どうも、柴犬です。はい、ということで、個性心理学でとても大切にしている考え方と、ちょっと厳しい言い方になるかもしれませんが、もうこの考え方を、実践してないというか、もうこの考え方なしにただ個性心理学を楽しんでいる方はものすごく残念というふうな内容で、そして、あえて今日はショートドームということで、短く1分ぐらいでをやりたいなと思います。はい、もう諦める。でもこの諦めるっていうのはすごくネガティブなイメージ、ネガティブな言葉に聞こえますけども、個性心理学の諦めるは明らかに認める、そして大事なのをそして受け入れると、ここまで、ね、この明らかに認める、受け入れる、これを短くまとめて諦めるというふうに皆さんにねお話をします。なので人の、ね、考え方の違いで価値観の違い、そういった違いを否定するんじゃなくて、あ、そういう人なんだな、あ、そういう考えの人なんだなっていうふうなことを何も否定しない、で明らかに認めて受け入れてあげましょうと。自分のことも相手のことも。この考え方の実践、個性心理学の知識情報は面白い、楽しい。でもやっぱりこの諦めるができているかどうか、諦めるのそのためにその知識や情報を活用しているかどうか、それがめちゃめちゃ重要なこと、大切なことかなということで、はい、一つ今後のね参考になれば嬉しいなということで終わります。ありがとうございました。